はい、アイメです。よろしくお願いいたします。それでは今回は2019年個人的プロ棋士強さランキングやっていきたいと思います。まあ、あくまでも私の個人的なランキングでございますので、まあ、ちょっとこれ違うんじゃないっていうご意見あった場合は、ぜひコメント欄に書いていただければ幸いでございます。まあ、基本的に有志の方が作ってくれた、そのプロ棋士レーティングですね、数値化して、もう純粋に数値だけでそのプロ棋士の強さを判断する、そういったものがあるんですが、それに加えて、まあ私なりにタイトルを獲得できるのか否か、棋戦で優勝できるのか否か、そういった勝負強さも込みで、考えていきたいと思います。それでは早速10位から見ていきます。まず10位は本田四段といたしました。まあ棋王戦での活躍が特にすごいですね。新四段として参加した予選から勝ち上がって、まあ、並みいるトッププロを次々打ち負かして超決に、まあ、これであと1勝で渡辺三冠への挑戦が決まるというところまで来ております。まあ、棋王戦では永瀬二冠とか、広瀬竜王に勝って晴れてこの舞台まで来たということで、まあぜひ新四段から勝ち上がっての初挑戦決めてほしいなと個人的には応援しております。まあ、ちなみに折田アマのプロ編入試験第4局目の相手でもありますね。私が以前からよく言っていたので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、まあ、とにかくその第4局目の本田四段だけは5人の中でずば抜けて強いので、折田アマとしては3局目まででなんとか2勝1敗以上の成績を残しておいてほしいなと私言っていたんですが、まあ、これでその理由が分かっていただけるかなと思います。ということで9位、佐々木五段といたしました。まあ、前期最多勝で、今期も各棋戦でまんべんなく勝ち続けております。まあ、藤井聡太七段にも調べたところ2勝1敗と勝ち越しております。まあ、そのうち1敗も必勝系を逆転されたもので、まあ、1分将棋でなければそのまま勝ち切っていたというものでございました。まあ、その必勝系をまくる藤井七段も本当にすごいんですけどね。まあ、佐々木五段も先ほど言ったように、棋王戦であと1勝で挑戦というところまで来ておりますので、まあ、あと他の棋戦でもまんべんなく勝ち続けてますので、まあ、結構ハマれば一気に複数冠とかそういう可能性もあるかなと思います。ということで続きまして8位、羽生善治九段といたしました。まあ、王位戦で木村現王位に敗れて、挑戦を逃してから少しタイトル戦の舞台から遠ざかっているんですが、未だにその力は健在で、まあ、特に昔から一つの棋戦に絞って本気で勝ちに行ってる時はめちゃくちゃ強くて、まあ、挑戦確率は極めて、高いというふうになんか、他の棋士から言われていたという記事を将棋世界で見たような気がいたします。それも納得ですね。まあ、特に渡辺竜王から竜王を獲得して永世七冠取った時のあの勢いっていうのは本当に凄まじいものがありました。ということでぜひ、ファンとしてはタイトル通算100期決めてほしいなと思っております。ということで続きまして7位、菅井七段といたしました。まあ、一時期の絶不調から立ち直って順位戦では A 級昇級間近となっております。まあ、再びタイトルを獲得する日も近そうですね。あの独特の振り飛車から、まあ、独特の間合いできて、でしかもちょっと有利になれば圧倒的な終盤力が炸裂するということで、まあ、非常にこう相性の悪い棋士も多数いらっしゃるということで、まあ、また A 級に昇級すれば名人挑戦も全く夢じゃないかなと思います。ということで続きまして6位、木村王位ですね。王位戦では46歳という年齢で全盛期真っ只中の豊島王位からフルセットの末タイトル獲得して大きな話題となりました。まあ、初タイトル獲得の最年長記録を樹立されました。おそらくもう今後破られることはないんじゃないかなと思っております。まあ、そしてタイトルを獲得してからは自信からかより将棋に安定感が増したように見えますね。まあ、ぜひ、ね、複数冠狙って、頑張ってほしいなと個人的には大好きな先生ですので思っております。ということで続きまして5位ですね、広瀬八段とさせていただきました。まあ、竜王は豊島竜王名人に奪取されてしまったものの、王将戦挑戦者決定戦では藤井七段を大逆転で破るなど、未だにその終盤力は健在でございます。まあ、各棋戦で安定して勝ち星を積み重ね続けていまして、王将で挑戦した他にも、まあ、いろいろまだ挑戦もありそうということで、
またすぐタイトルホルダーに戻る日も近いんじゃないかなと思っております。続きまして4位藤井聡太七段とさせていただきました。まあ、B 級2組への昇級はかなり濃厚なものになってますね。そしてまあアベマ杯2連覇、朝日杯2連覇など、まあ、勝負強さもかなり発揮しておりまして、王将戦も挑戦まであと一歩というところまで行ったんですが、先ほど述べたように、まあ、広瀬八段に痛恨の大逆転、まあ、トンチと言ってもいいような状況だったと思うんですが、王様の逃げ場所がもし違えば今頃藤井聡太七段、最年少タイトル挑戦記録決めていたんじゃないかなと個人的には思っております。でまあ読みの能力とか勝負強さに関してはもう本当にもうズバ抜けておりまして、まあちょっと前期中トップのベスト3には入ってると思うんですが、まああとはやっぱり時間の使い方っていうその明確な課題が、本人も言っていたようにあるので、そこさえ克服できればもう完全な藤井時代がやってくるんじゃないかなと思っております。そして3位ですね。3位は永瀬拓矢2冠とさせていただきました。おそらく今将棋界で一番受けが上手い先生じゃないでしょうか。まあ受けが上手いといえばやっぱり木村王位もいらっしゃるんですが、まあ、ほとんどもう木村王位と遜色ない、もう本当にめちゃくちゃ受けが上手くて、生半可な攻めだとまず切らしてますし、しかもちょっとでもリードを許したら、まあ、そのまま手堅い差し回しで持っていかれてしまうという形ですね。で近年ではその圧倒的な受けの力に加えて、まあ、攻めの鋭さっていうところも磨きがかかってまいりましたので、まあ、ちょっとどうやって勝つのか全く隙が見当たらない状態になってました。まあ、一体本当にこうやってどうやって勝つのかなって、不思議なんですが、まあ、2位とか1位の先生はそのわずかな隙をついて勝ってしまってますね。ということで2位の発表に行きたいと思います。で2位は豊島竜王名人とさせていただきました。まあ、序盤中盤終盤隙がないよねと評される通り、本当に、どこをとっても素晴らしいですね。私もかなり棋譜並べをさせていただいて参考にしております。まあ、以前は一刀両断にするような将棋も多かったんですが、反面ちょっと劣勢になった時に淡白さがあってあっさり負けてしまうという将棋が多かったような気がいたします。で近年は劣勢になってからの凄まじい粘りでものにするという将棋が多数ございまして、特に竜王戦ではそれが顕著に見られていたかなと思います。それがやっぱり竜王獲得につながったのかなというふうに思っております。私もあの粘りの技術かなり参考にしたいなと思ってるんですけどね。そして1位渡辺三冠とさせていただきました。まあ、こちらもまあ豊島名人と一緒で、以前は本当にちょっと淡白な将棋も多かった気がするんですが、まあ、最近ではもう凄まじい粘りから一瞬の隙をついて逆転するっていう将棋が結構増えてきた気がします。それがやっぱり実力レーティングで豊島竜王名人に100点近い差をつけて独走するという結果につながってるんじゃないでしょうか。まあ、今期は永原16世名人の持つ年間最高勝率記録をはるかに上回るペースで勝ち続けておりまして、約50年ぶりに記録更新なるかということで非常に注目が集まっております。まあ、とにかくここ最近の渡辺三冠の将棋は異次元で、まあ、ちょっとね並の棋士では到底対応できないような凄まじいその異次元の攻めが見られておりますので、まあ、ぜひ棋譜並べする方は渡辺三冠の将棋を優先的にやってみるといいんじゃないかなと個人的には思っております。私も最近棋譜並べするときは渡辺三冠をかなり優先的にやってまして、本当にすごいですね。ワクワクするような手がたくさん飛んでくるという素晴らしい将棋だと思います。ということで、勝手な個人的な2019年12月プロ棋士の強さランキングトップ10ということでやらせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、皆さんの意見と違ったところ、一緒だったところあると思うんですが、まあ、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメント多数いただけると大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。